こんばんちーつ、あゆうかです。皆さんお元気ですか？今回は横浜に行ってきました。私が好きな場所を紹介していきたいと思います。ではまずはポケモンセンター横浜へ行ってみましょう。ポケモンセンター、このポケモンセンターはマルイシティの横浜にあります。ここは毎日オープンしているので、いつでもポケモンたちに会えます。ピカピカ、たくさんグッズが売っています。シーズンごとにどんどんとグッズが変わっていくので、そこが楽しみなところです。ここに海王ガがいます。かっこいいですね。ホーストからモスター深くがたくさんあります。私は卓球とサッカーをやってたので、これとこれが欲しいです。さてお次はハムリーズ横浜ワールドポーターズに行きましょう。ハムリーズ横浜ワールドポーターズ、このハムリーズは横浜のワールドポーターズにあります。もう本当に動物が大好きなので、とっても可愛いぬいぐるみがここにはたくさんあります。はい、横浜の大好きなぬいぐるみ屋さんのハムリーズとライフに来ています。もうぬいぐるみと可愛いものが大好きなので、最後にアンパンマンミュージアムを紹介していきたいと思います。はい、アンパンマンチーム、今日は横浜のアンパンマンミュージアムに来ております。アンパンマンミュージアムを紹介していきたいと思います。大きなアンパンマンが立っています。ここではアンパンマンのキャラクターたちがお出迎えしてくれます。特にアンパンマンのキャラクターのジャムおじさんのパン工場のパンがとっても美味しいです。パンダちゃんです。カレーパンマンです。これはコロッケ君でいいかな。はい、食べたいと思います。
箱も可愛い。皆さんも日本に来たらぜひ遊びに行ってみてください。私のチャンネルがいいと思ってくださった方はジャパニーズステーションのチャンネルにライク、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。テレマカシー。ではまた次回のスカスカあゆかで。じゃあね。